はい、今ね、豊田町の下山っていう場所にいるんですけど、今回ここに行ってみます。山のね、頂上付近にこういった建物があるんですけど、まあそこが何か気になったんで行ってみます。建物の周りはね、管理されてるみたいなんで、まあそんな買ったもんじゃないと思うんですけど、ちょっと行ってみます。これね、途中なんか群生林を通っていくみたいなんですけどね、はい、あー、これか、アサビ群生林があるみたいですね。あ、ちゃんと道があるんだね。こっち行ったら、まあ、その群生林があって、まあ、こっから行けると思うんですけどね、その場所に。まあ多分この延長上に、群生林を通ってその延長上にあると思うんですけど、まあちょっとそれはね、わからないですね。行ってみないと。これかな、群生林っていうのは。遊び群生林は。登るな。クモの巣が。合ってんのかっていうか、道になってるね。あー、方向的に合ってるか。合ってるね。まっすぐ行ったらいけそうだね。豚の新活用村、こっち行ったらなんか活用村、こっち、あ、なんか見える。あ、ここですね。ついた、ついた。鳥居かな？鳥居だね。山かいじゃない。中愛天の品相書。中愛天の
のお墓かな。すげえなんか綺麗、めっちゃ管理されてるやん、芝やんけ。桜井八幡宮って書いてある。中愛天皇、お供え物が。錦の天然水ってさ、この前買ったし、自販機で。反対、新しいね。なんかここだけすごい綺麗になってるんで、周りはもうなんか雑木でいっぱいなのに、ここだけさ、なんかすげえ綺麗だからさ、なんかちょっと不思議な空間って感じがする。見えるね、豊田町町かな。